ハッピースクール、本当にハッピーなの？ハッピースクール。最近さ、終わり方がさ、すごいカオスな展開になっておりますからね、ハッピースクールというよりカオススクールなんじゃないかなって思ってきているところがあります。というわけで、前回はこっちで違う世界を見てみたいって言ったらね、なんか魔法少女と戦う異世界の話に持ち込んで、そのままエンドに持ってかれたんで、別にいいを選びます。別にいい。冷めてんなその顔で別にいいとか言われたら、すごい冷めてる人間みたいに見えるな、お前。あら、どうして？正直、自分の別の可能性というのも興味ないわけじゃない。だけど、俺は今の自分に満足しているよ。大人やな。大人の考え方やな。そうやな、今の自分に満足していたらさ、それはそれで幸せだと思うよ。まあちょっと別の可能性をさ、模索するっていうのを一つのチャレンジャーな精神だと思うけどな。まあどっちが正解とかどっちが間違いとかではない。そう、やっぱりカズ君はカズ君だもんね。うん。え？なんでもないわ。変なこと聞いて悪かったわね。おお。千里は照れ隠しに笑うと窓から外へ出て行った。なぜ窓から出ていくんだ。ってちょっと待って、窓から？千里、ここ2階。俺は窓から外を覗き込む。しかし、いない。外には千里の姿はどこにもなかった。クロノス世界か、ここは。おい、東京クロノスってゲームで今のシーン似たようなもんか、見たことあるぞ、お前。いいテレビ番組をやってなかったので、俺は早々に自分の部屋へと上がっていた。手にはちゃっかりとよく冷えた麦茶なんかを持って。しかし、別に自室でも特に取り立ててすることはない。少し室内は暑いように感じる。夜風にでも当たろうと開け放った窓から顔を出す。すると涼しい空気が通り過ぎて、俺の体温を心地よく冷やしていった。昼間はかなり暑いけど、夜になると結構涼しくなるんだな、などと思って俺はしばらく涼んでいた。俺はふと空を仰ぐ。するとそこにはいくつもの星が輝いていた。この朝門でこんなにも多くの星が見える夜があるなんて。しばらく俺はその風景に見とれてしまっていた。すると隣の窓が開いて、はるかが顔を出す。おー、マイエンジェル、はるかたん。パンダの、なんか、パジャマ、かわいいですね。てか、お前の部屋にもさくらさんのポスター貼っとんやな。あれ？カズトじゃん。おそろかよ。そのポスター、おそろか、お前ら。二人で、もらいに行ったみたいな感じの。配布イベントに二人でもらいに行ったみたいな感じの。ちょっとな、星を見ながら一杯やってたのさ。俺は手に持っていたコップを傾けつつ答える。一杯って、それただの麦茶じゃないのさ。バレてたか。色的にブランデーに見えなくもないと踏んでいたのだが、もしほんまにお酒だったら、お前未成年の飲酒だぞ、お前。未成年の飲酒は犯罪ですよ。どこにお茶っ葉浮いてるプランデーは。浮いとんかい。うわ、本当だ。というか、目が相当いいな、はるか。ねえ、カズト。うん？なんだよ。星、綺麗だね。そうだね。でも、君の方が綺麗だよ。そうだな。こんなに多くの星見たの、僕久しぶりかもしれない。カズトは？まあ俺はさ、いっぺんにそんなたくさんのパンダを見たことは初めてやけどな。俺だって久しぶり。もしかして初めてかもしれない。だいたい星なんてあまり見ないさ。なんだかんだでさ、
星をゆっくり眺めるってことはほとんどなくなってきた、高校人生だよね。でも今夜は見ないともったいない星空だよね。ああそうだな。あ、うん、なんだよ。ちょっと待っててね。なんだ。はるかはそう言うと部屋の中に引っ込んではバタバタしている。そして戻ってきたはるかの手には麦茶の入ったコップ。お前もかお前もかああそれ取りに行ってたのか。流行ってんのか、麦茶持って星を見るって流行ってんのか。なんか僕も星をお茶受けにお茶飲みたくなったんだ。そうか、まあたまにはこういうのもいいか。というわけで乾杯。はるかはコップを掲げて乾杯の仕草をする。俺もそれに次ぎ合ってコップを掲げてやる。そしてお互い一口飲む。しかしだはるかよ、何なのさ。こういう時に乾杯はなんだか違くないか。え、どうしてなのさ。ん？どうしてって、もうちょっと情緒とかそういうものだな。まあはるからしいといえばはるからしいけど。カズト？いや、なんでもないさ。しかし本当にいい星空だよな。うん、とっても綺麗じゃないのさ。そうやって俺たちはコップが空になるまでのんびりと星空を見続けていた。次の日かな。おお、次の日になりました。12日。気づけば10日以上経ってるんだよな、ゲーム始めた時から。昼休み、俺は屋上へと向かう。今日もあの少女はいるだろうかなどと考え扉を開ける。すると、いつの立ち位置には少女はいなかった。ああ、いない人がおるんじゃ。まだ来ていないのか。と思ったとき、俺は少女の姿を見つけた。なんと少女は気持ちよさそうに床に寝転がって熟睡していたのだ。姉ちゃん姉ちゃん、こんなところで寝てましたら風邪ひきますぜ。隣にはフクロウとヤドカリのパペットが置かれている。それがまるで添い寝しているように見えて少しおかしかった。しかし、こんなところで昼寝とは何度も節操のない娘だ。ふっふっふ、それぞれの覚悟はできているってことだよね。なんか開いちゃった。どうやったっけ、どのボタンだっけ、これが。にやり。俺は手はずめに少女のほっぺたを指でつついてみる。指でいいっすか。乳首とかではつつかんのっすか。意外にプニプニしてて柔らかい。少女は少し前を寄せただけだ。起きる様子はない。首筋をくすぐってみる。あ、普通に起きた。うわ、さすがに起きた。や、おはよう。少女は目をこすりながらおはようございますと答える。こんなところで寝てると風邪ひくぞ。暖かな日差しと涼しげな風が気持ちよかったのでついと少女は言う。しかしえらく幸せそうな顔して寝てたけど、何の夢見てたんだ。俺の問いには答えずに赤面してうつむく少女。なんだ、君は言えないくらい恥ずかしい夢を見てたのかな。どんな夢見てたんだよ。少女は顔をさらに真っ赤にして必死に首を横に振って否定する。ほんまに見てたんかお前、どんな夢だお前。ペットになってご主人様にご奉仕する、そんな夢を見ていたのか。
なんだかそんな少女がとても可愛く思えた。ちょっと不思議で一生懸命で、もしかしたら俺はこの少女のことが好きになってしまったのかもしれない。おお、マジか。謎の少女ルート入っていったんだよお前が。え、謎の少女ルートのフラグ立てたんか俺。さては、その時気づいた。俺はまだ少女の名前を教えてもらっていない。今更だけどな、今更だけどさ、なんだかんだ言ってさ、名前を聞く流れになってなかったけどな。名前を聞く前に彼女の演劇を見てしまったからな。もう順番全然違うよね。そういえば君、名前はなんて言うんだい？名前？名前は脇腹こちょこちょ丸です。少女は俺の言葉に視線を宙に浮かせる。そしてずいっとパペットを俺の目の前に突きつけて言う。ヤドカリ、お前じゃねえよ、お前のことじゃねえよヤドカリ。え、少女は冗談か本気かわからない口調でもう一度言った。私はヤドカリです。だだ、一ノ瀬ヤドカリみたいな名前なん？一ノ瀬ヤドカリみたいな。しばらく俺たちは無言で見つめ合う。やがてどうやら少女なりの冗談だったらしい。本当に不思議なことだな。そんなところが少女の魅力なんだけど、教えろや！聞けるところはなんて名前だったの？日付また進んだ。これだけ日付進んだぞお前。ああ、午前の授業も終わり、昼休みだ。さて、選択肢だ。あ、また屋上へ行くか行かないかの話やけどさ、2回連続で屋上っていうのもなんか芸がないなと思うんでね。私もね、屋上には行かないよ。今日は風が少し強そうなのでやめておこうか。花粉でとか飛んできたら嫌だしな。というわけで本日は教室で昼寝をして過ごした。昼寝だけかい？いや、みんなと話しろよ。あ、なんだ、やばい、またなんか終わりそうな気がする。朝とか出たら変なエンドに飛んだ気がする。なんか変なエンド飛んでしまった気がするぞこれ。またなんかさ、なんとかエンドみたいな感じで終わるぞこれ。扉の開く音、そして間もなく聞こえるはるかの声。もうやっぱり寝てるよ。おーい、起きないと遅刻するよ。ねえ、数取ったら起きてよ。今日は家帰ってんのかって話やもんな。夢の中これ。ゆさ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 りん。ねえねえ、カズト。ツンツン。あれ、なんか同じことをされてる気がする。いつまでも改善されないカズトの寝起きの悪さにも困ったものだよ。やっぱりいつものあれ言ってみようじゃないのか。いつものあれってなんだ。不意にムラズだというのに寒気がした。いや、これはおかんとか牛の知らせというものだろう。これはやはりいつもの。俺は意識を急速に覚醒させて空気の流れを読むように努める。そして予想的言う。俺はアイドルのようにベッドから転がり落ちるように避難する。そして恨めしげにベッドの方を見ると、おはよう、今日もいい天気だね。あー、この座り方いいな。この座り方でウインクされたら落ちちまおうな。やっぱりそこには涼しい顔をしてはるかが腰掛けていた。いつもいつも言ってることなんだが、心臓に悪い起こし方はやめろよな。僕もいつもいつも言ってるんだけどさ、カズトの寝起きが悪すぎるのがいけないんじゃん。すごい、その通り。だからってもっと常識的な起こし方というものがあるだろうか。非常識な寝起きのカズトにはこの世のあらゆる常識は通用しないじゃないのか。うわぁ、論破されてるよ。人を非科学的現象みたいに言うんじゃねえ。このフライングキッカーめ。フライングキッカーフライングキッカーはるかやな。仮面ライダーやな、もはや。毎朝毎朝同じこと繰り返して俺たちって進歩ないよ。何突然なんか悟っちゃったんだよ、うん、こうして俺たちのいつも通りの朝は始まるのだ。
最近日が昇るのが早いんだ。はるか、お前もしかして本当に早朝ジョギングとかしてんじゃないだろうな。もしかして裸で早朝ジョギングとか、恥ずかしいけど気持ちいいミラクルやってるんじゃないだろうな。お前時々やってるよ。カズトもどう？遠慮しとく。朝から汗だくになりたくはない。日の昇り始めは涼しいんだよ。涼しいから服を脱いだらすっぽんぽん。朝っぱらから走る元気なんてないぞ。楽しいのに。朝から暑い日差しの中、はるかと何気ない話をしながらいつもの通学路を歩く。何度と繰り返したいつも通りの朝の風景。俺はこれからも変わることなくこうして過ごしていくんだろうな、などと考えていると、校門前まで来ていた。いかめしい書体で刻まれた学校名が夏の日差しを受けて輝いている。私立朝稼働学園、俺たちの学園生活の舞台だ。この学び屋で俺は卒業まで遥かや黒薙、委員長や綾瀬先生たちといつも通りの生活を送っていくんだろうな。あらあら、慌ただしい毎日だけどそれはそれで悪くないか、などと思っていると、はるかが笑顔でこちらを見ている。ん、はるか、何の起承転結の点もないやな、俺。あるじゃないのさ、カズトも楽しみにしてることがさ。え、それでさ、終業式の後の予定とかもう決まってる？黒薙くんが釣り部の部室で一緒に遊ぼうって言ってたよ。夏休み入る直前か、これ。ちょっと待て、ここ最近いろいろなことがあって忘れてたが、もしかして。あとはその暇な時でいいから一緒に海行かない？日帰りでいいからさ、ほらこういう時にしか行けないじゃんね。だって今日から夏休みか。てか、はるかちゃんめっちゃ顔赤かったんですが、ヒュー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 、私の水着はカズトにだけ見せるんだからね。ヒューヒュー、腕で夏の眩しい日差しを遮りつつ、何これ、遮りつつ上を仰ぐと、そこには青い空、どこへも続いている透き通るような青い空。そうか、もしかして今日から、今日から夏休みじゃないのさ。ビューティフォーサマーバケーション、 It's a beautiful。いきなり夏休みにぶち込んでんじゃねえや。はーい、夏休みは終わりでーす。まだ始まっているわけでもないけど終わりでーす。はい、屋上行きまーす。おーっと、2日連続ですね。今日もフクロウとヤドカリを見つめ合っていた。いや、今日も頑張ってるな。お辞儀で返す少女。それで台本の執筆の方はどうだい？複雑な表情でフクロウを見る少女。一体何が言いたいんだ。全くと言っていいほどわからない。不思議な少女だ。いろいろな意味で。本日も少女は宿会とフクロウを目配せして打ち合わせをしているようだ。ヤドカリが何か言ってるのか、時々少女が感慨深そうにうなずく。なんだ、ヤドカリに本当は生まれるかもしれなかったはずの男の魂が宿ってるのか。そんな闇を抱えた少女なのか、君は。一体何を話しているのかは俺にはわからない。しばらく経った時に、始めますと言うと劇を始める体勢に入った。そうか、一応台本は書けてるんだな。二人きりの学校生活がしばらく経ってからのことでした。フクロウもかなりのことを教えましたし、ヤドカリもかなりのことを覚えました。そんなある日、フクロウは自分の白い羽を毛づくろいしながらこんなことを聞いてきました。君さ、海に行ってみたくはないかな。
ってみたい。ヤドカリは即答しました。海の魅力は詳しく教えられていたので行きたくないはずはありません。よし。フクロウはその答えに笑顔を見せるとヤドカリを加えました。水着を買いに行け。まずは水着を買いに行くんだ。状況が、あ、俺が呼んでしまう癖がある。なんかちょっと呼んでしまう癖があるんですよね、俺。今日は校外学習だよ。海を見に行こう。純白の翼が青い空に一直線へと飛んでいきました。雲一つない青空を白い翼が風を切ります。しばらく飛んでいるうちにヤドカリは一抹の違和感を感じました。一抹の違和感だと。股間が荒れ狂ってる。いつもより滞空している時間がはるかに長いのです。こうやってフクロウと飛んでどこかに行ったことは過去に何度もあります。しかし今回は全体的に根本的に違う気がします。漠然といつもと違う雰囲気にヤドカリはフクロウの方を見やりました。するとフクロウは何を思ったのかこう言いました。どうだい、近くで見るこの空は。うわ、なんか壮大な BGM 流れてる。その言葉にヤドカリは周りを見渡してみます。この時になってようやくヤドカリは自分たちがいつも以上に高い空を飛んでいることに気づいたのです。いつも何気なく見ていた空、こうして改めて見ると空はどこまでも透き通っていて、どこまでも、ああ、空の海、空を海だと表現しているのか。青い。ヤドカリの言葉にフクロウは微笑んでいました。そうだね、青空はどこまでも青いよね。フクロウはさらに言葉を続けますが、通り抜ける風の音でヤドカリには正確には聞き取れませんでした。ですがこのようなことを言っていたような気がします。この世界のすべての生き物はすべて同じ青い空の下にいるんだよ。やがて日が最も高い位置に登りきったとき、フクロウは白い砂浜が広がる海に降り立ちました。おお、海に来たんじゃ。ヤドカリはもともと海洋生物のためもあったのでしょう。興味津々で海へと向かって行きました。そして小さな発見の一つ一つに瞳を輝かせるのでした。しばらく経ったとき、フクロウが海に入らずにずっと、この演劇のときね、俺喋ることなくてね、すごい寂しい状態なんですね。実はあなたは海に触れないの？ヤドカリがそう聞くと、フクロウは曖昧な笑顔を浮かべて言いました。なぜか俺に読ませられた。なんか俺に読めって言ってるかのごとく読まなかったな、この少女。僕は夜行性の動物だからね、少し真夏の日差しがきついのさ。そんなことより、どうだい、実際に見てみる海は。実際に見てみる海は果てがわからないほど広く、そして空とは少し違ってはいましたが、どこまでも青い。そうだね、海はどこまでも青いよね。フクロウはそう言いながら、丸い瞳でどこか海の向こうの遠くを見ているようでした。日が暮れ始めた時、フクロウは再びヤドカリを加えて空を飛びました。もともといたあの森、自分たちの学校に帰るためです。ああ、あんまり帰りたくないよみたいな感じになるんかな。しかし今朝とは違って
飛ぶ高度がいつもより低く感じられる気がするのは、果たしてヤドカリの気のせいなのでしょうか。なんだ、フクロウちょっとなんか弱ってきてる。しばらく飛び続けていると、それが気のせいでないことが分かりました。どうした、フクロウ寿命か、寿命なんか。今朝には遥か下に見えた森の木々も、今はすぐ足元にあります。やはりいつも以上に長い距離を飛んだフクロウの翼には負担がかかっているのです。ああそうか。さらに飛び続けるとどんどんと降下していき、手を伸ばせば枝に触れられるほどの高度になっていました。そしてしまいには飛ぶこともできない。うわー、だいぶ弱ってきてる。地面に着地してしまいました。ヤドカリはそのまま地面にうつ伏せてしまったフクロウに駆け寄ります。そこ燃やして運んでくれたんやなって。大丈夫？情けない。かっこいいフクロウ先生で痛かったんだけどね。ほら見てごらん。フクロウに言われてヤドカリはあたりを見回しました。そこは色とりどりの花が咲き乱れる野原でした。どうだい、この花畑は。名前はわからないけど、花畑で様々な花が夕日に照らされる様子は、いや死ぬ間際には一番いい景色やお前。綺麗。死ぬ流れができとる。フクロウが死ぬ流れができとる。そうだね、花は美しい、ね、俺の中の死亡不落先生はどんどん強まっているやん。フクロウとヤドカリはそのまま日が暮れるまで花を眺めていました。そのうちフクロウは動かなくなりましたみたいな感じになるぞお前。ああ終わったわだ。劇が終わった。終わったのだが、俺はしばらく言葉が出なかった。今回の劇は今までとは一味違う。演技力の向上、気迫、台本のボリューム、とにかく一歩も二歩も前進したような、そんな劇だった。だから俺は驚きを込めて言う。すごいよ。なんだか君の劇もヤドカリと一緒に新しい世界に連れ出されたみたいだね。少女はテーテー犬かパペットで顔を隠すようにしてうつむく。台本も問題なく書けてるしね。俺の言葉に少女はヤドカリとフクロウの間から顔を覗かせて、なかなかうまくいかずに何度も書き直しましたとつぶやく。いいね、そういう妥協しない体制ってさ。それから予令が鳴るまで少女は終始照れっぱなしだった。ああ、頬をあぐらめている顔を見せてほしかったっすね。ここまで来たら、おい高崎すごいぞこれ。この後に黒薙の顔を見たらすごいギャップ感じるんだ。お前は出てくるな。